こんにちは、会長です。本日はですね、なんと11月29日からオーバーロードコラボがね、復刻します。まさかの、いやもうすぐだよ、びっくりしたんだけど、復刻祭かと思ったらまさかのオバロだけっていう。まあ期間もしっかりねあるんで、まあこの後に8日9日からね、12月の他のコラボが復刻するとかではないとは思うんですけど、びっくりだよね。はい。まあどちらにせよ周年コラボが控えてるので、まあ、今回は、オーバーロードのヒーロー評価、カード評価していって、まあね、目玉の桃鍋を絶対に手に入れてほしい人はね、どんな方なのかっていうところも話していければいいなと思います。はい、サクッといこうか。まずは、ヒーローアインズールボーン。まあ現環境だとそんなに評価は高くないかなっていう感じはしてます。はい。まあ全盛期はマジでね、まあ全盛期って言っても本当に短い期間だったんですけど、アリーンレベルで強かったよね。このヒーローアクションのワープ、まあ段差も登れるワープなんですけど、なんか古く見てから避けれるぐらい発生が早かったみたいな、確かそんな感じだったと思うんで、マジイカれてたんですけど、まあ今はそんなこともなく、まあでも段差は登れるんで、あの段差があるステージはまあ全然健在ですし、まあ大会とかだと、まあ来世でも、今でもね活躍してるぐらいにはポテンシャルあるんで、はい。まああと骨キャンって呼ばれるね、通常キャンセルの技術が、なんか技術なくても勝手にね出るようになったんで、火力はね出しやすくなってます、初心者の方でも。まあだからまあ割とね、棒立ちでとりあえずカードを上げて合わせてみたいな、まあ戦いやすくはなってるんで、まあガンナー初心者にもまあおすすめしやすくはなったのかなって思います。まだなんといってもね、アビリティで全部のカードが発動無になるんで、前転がね発動無で切れたりとかね、あの工場アバカンを発動無で切れたりとかね、すごいんですよね。4化を発動無で切れたりとかっていうのがねやっぱあるんで、まあそういうところはかなり魅力的ですね。ただまあやっぱり体力がめっちゃ高いってわけでもないし、まあ火力も今2ゼックの方が全然高いんで、まあ現環境においての評価で言うとそんな高くないのかなって思います。まあやっぱりその段差ステージ、まあ、ステージによって強いか、って感じかな。はい。まあ平面ステージもね全然高さんとかまあまあ戦えるかなって思うんですけど、狭いステージだとまあやっぱり足遅いんで厳しいかなっていう感じはしてます。まあそんな感じの印象です。まあガンナ使えばヒーロー回収したいよねっていう感じだし、まあ桃鍋持ってないよっていう方はね、カードのあの桃鍋かアインズか、まあどっちか回収するついでになんか引ければいいなっていう感じですよね。じゃあね、カードの方いきましょうか。まあまずはね、なんといってもオーバーロードの桃&ナーベですよね。通称桃鍋って呼ばれてますけど、まあ、攻撃防御移動がねダイアップしてサイレントかかるっていう代わりに、まあ、めちゃめちゃ強いよね。これ誰に詰めるっていう、大体誰にでも詰めるんですよ。まあ、多分コンパスのヒーロー半分ぐらいは桃鍋詰めるんじゃないかなっていう、まあ、半分は言い過ぎか、まあ、3分の1は詰めますね。もう汎用性が高いとかそういう次元じゃないと思うんですよ。まあ、3分の1ぐらいは詰めるか。まあ、4分の1?だんだん狭まってくるけど、やめようなんかその過小評価みたいな言い方。いや、まあ大体詰めます。はい。4分の1ぐらいかな。いや、マジで強いです。最強。もう、コンパスのね、カードの中で、まあトップ5ぐらいに入るんじゃないですか?知らんけど。大電、モモン。まあ今だと無前提。あと、なんかと、はい。
まあ、そんな感じで、まあ、ももはマジで最強です、まあ、とりあえずももも引くか引かないかっていうね話になってくると思います。ガンナー使いは、まあ、確実に1枚手に入れておきたいと思うし、アタッカー使いも最近モモン積むアタッカーとかね結構いると思うんで、まあ欲しいよね。キャラによっては全然積むんで、誰だろう、まあ、ソルとか、まあ、甘いのとかもそうだし、アイズとかも強いし、セイバーとかもまあ強いし、リヴァイも強いしとかね、まあ、アタッカーでも積むキャラ結構いるんで、まあガンナー使いは特に、で時点でアタッカー使いは1枚はね手に入れておくといいのかなって思います。まあ、ヒーロー持ってない人は、まあ、ヒーロー回収するついでにモモン引けたらいいよねっていう感じで、うん、狙っていくといいのかなって思う。まあ、これはね周年、まあ、周年しか引けないんだったら、まあ周年引きたいなって個人的には思っちゃうんですけど、うん、まあでも一応どっちも引ける余力あるんだったらマジでモモは回収した方がいいよね。いやマジで楽しいんで、まあ、最強です。はい、まあモモン1枚4突するためにね結構引く人今回いると思いますよ。今めっちゃ強いしね。はい、まあ1枚だけ狙うってなった時に、まあ今モモンも強いし、まああとダンマチコラボの帯電がね暴れすぎてるんで、なんかダンマチ復刻来たら帯電行って狙いで引く人も結構多そうだけど、まだ強かったらねその時まで。いやでもマジで個人的にはめっちゃ強い。うん、まあサイレントかかっちゃうんで、なんか相手が対処うまかったら、まあなんかカード当てられててとか、まあ結構あると思うんですけど、うん、まあそれの関係なしに楽しいですモモは。はい、以上です。で次、緑ミミミアルベドです。これはまあ攻撃捨てのミミミなんですけど、うん、相性いいのはパワーとかは相性いいと思います。まああとは理想で入れるキャラはまあいないとは思うんですけど、まあ、オーバーロードとつったとかだったら、まあ、工場カード抜いて緑耳入れたりすると思うしね。まあ攻撃捨てもっとギアメステなのかな、めちゃめちゃ火力高いんで、まあガンナーとか、まあ、一部のアタッカーとかキリスプとか、まあそこら辺はかなり相性いいんじゃないかなって思います。まあミミミっていうカードが、まあ、普通に強いんで、うん、まあ全然ハズレじゃないかなって思ってる。まあもちろんね他の回復カードめっちゃ強いんで、サクラとかヨンカとか、まあそっちでいいっていう話にはなるんですけど、持ってたら、まあ持ってなかったらミミミもね採用できるんじゃないかなって思います。はい、アインズ自称フルークです。はい、まあ、これもフルーク系統で素晴らしく火力が高いですよね。まあ、フルカの系統で積むって言ったら、まあ、ショックウェーブか、あとライディンシーンリルギアのね体力の高いフルークか、この自称フルークの3つとかかなって思うんですけど、まあタダオミとかね結構愛用されてるのかなって思います。まああと誰だろう、リュウとか、うん、まあコラプスでもあれなのかな、まあ火力過剰になるからいらんとは思うけど、自称するほどは。まあそんな感じで、まあフルカの使いは持っておくといいカードかなって思います。まあでもショックウェーブあれば正直いらないと思うんで、もう本当になんか大会でいろいろ使い分けたいとか、まあどうしてもなんかショックウェーブあるけど青いっぱいになっちゃって赤が欲しいとか、まあそういう感じの人はね引くといいかなって思うんですけど、まあ普通にコンパス楽しむ分にはなんかそこら辺のフルーク系統1枚どれかあれば全然ね十分かなって思うので、はい、まあまあ自分のね所持カードと相談で引くといいのかなって思いました。で SR はね基本的に弱いです。ヒーロースキル奪う、連撃。で、あと、カウンター。で、これがね、ヒメタルか。
まあこれはなかなかステータスまあ悪くはないか。でカウンターもまあ攻撃性高いんで悪くはないかな。まあオーバーロードコラボを突入ましたってなった時にまあギリ積めなくはないかなっていう感じ。まあでもバーゲンでいいしな。まあ弱くはないけど積むことはないかなっていう感じはします。はい、まあ、カードはねそんな感じで以上になります。いやーまあそうだね、本当に僕がオバロも持ってなくて周年も待ち遠しかったら、まあ一旦ねキャラ回収だけしつつ桃鍋狙って、まあキャラで引けちゃったらまあ撤退かなっていう感じかな。その何使いとかなかったらね、まあ、ガンナー使いだったら頑張って引くかもしれないけど、そうまあどうしてもねそのチェーンソーマン去年来てちょっと強すぎたんで今年もね期待大なんで、まあ周年ね、お待ちしてるんですけど、まあそんな感じで、はい、まあ桃ナビ4突したらねめちゃめちゃ強くなる日がいっぱいいるんで、まあ、バトル上位目指してる方は桃ナビね、4突ぜひ検討してみてはいかがでしょうかという感じで、本日は終わりたいと思います。ありがとうございました。